五位構造は、秋田県出身のプロ野球選手。旧制秋田県立各館中学校から、立教大学を経て、1950年に創立された、近鉄パールスへ入団。3月31日に、対毎日オリオンズ戦でプロ入り初登板、五安田五四九二奪三振の内容で、完封勝利を挙げた。初登板完封勝利は、日本プロ野球史上10人目。 球団及びパリーグでは初めての記録となった。この年は37試合を投げて8勝15敗の成績だった。1951年9月16日の対阪急ブレーブス戦で野口二郎からパリーグ史上初日本プロ野球史上3人目の代打サヨナラ本塁打を放っている。上手投げからのドロップ、シュートを武器とした。 1953年に三塁手へ転校。翌年は投手に再転校するも同年限りで引退した。通算は投手として17勝31敗、野手として161安打、7本塁打という成績だった。引退後は日本コロンビアに入社。2007年1月12日、肺炎のため死去。去年83。AB 後段社官、宇佐美哲也著。 日本プロ野球記録体感853ページ。AB 講談社間、宇佐美哲也著、日本プロ野球記録体感468ページ。ありがとうございます。